懐かしいな。もうね18年19年前だよもうこれ万博って。どえらい昔だよね。まああれから死なずに生きてこれてよかったなと思いますね本当ね。もうねじゃあ大阪万博行くんですかってね時々聞かれるけど行きません別に。あの万博は好きだけど地元でやっとるからこそ行くわけであってね。はい、やっぱりイケア渋滞だったらえらいことになっとる。これ全部つながってますわ。恐ろしいなおい。イケア一応としておきましょうか。別に変わりはしんけどね、何ってわけじゃないけど、イケア別に特段変化はありませんが、店内はねそんな混んどるって感じじゃないね。別にそんな感じじゃないですよ、うん、ちょっと見ていくんじゃ。一応横を舐めていきますか。ほう鳴らせると通るし、うるせえわって渋滞してんだよってね。はい、すごいですね。でもねほら、どうやら渋滞しとってえらいことになっとるって感じじゃないね。店の中はこの外から見た感じは別に、なんかゾロゾロいっぱいね荷物を抱えた人が、もうここはねでも金が渦巻いとるね。皆さんのお金がじゃんじゃんここに落とされていって、でこれ何だった、スウェーデンだったっけ、フィンランドだった、どこだった、うん、そこは儲かるっていうね。ニトリ頑張れだよね。やっぱり日本にお金落ちんといかんで、うん、海外にお金落としとっちゃあかんでね。ニトリ頑張れですけど、まあニトリもすごいよね本当に。もうバカでかいのいっぱいあるしね。なんかニトリってね価格交渉ができるって聞いたことあるんだけど本当ですかね。交渉すると負けてくれるとかくれんとかってねなんかで見たことありますけど、まあ私はちょっとニトリあんまり買ったことないんで分かりませんが。さあ裏側もね混んでますけどね、どうなってる、ちょっとぐるっと回ってみる。この駐車場の様子、ニトリの混み具合はどうなのかって。これ裏から入、表から入っとる人は混んどったでしょ、これ裏から入る人どうなの、これそんなに向こうから入ってくる車は混んどらんな。向こうから入るのは手かもしれんね。でこれ今北側です。うわあの瀬戸方面の方からもずらっと並んどるじゃん。あっちから入ってくるわけか。ほら途中から入り込めんねこれ。入れるよこれ。あでも入ってきとるな車結構。でもすごいね車、めちゃくちゃだよ。イケアはね、イケアの渋滞どうなってるかやったらこんな状況ですよ。もうとんでもない状況、なんじゃこりゃっていうね、えらいことになっております。すごいな。これなんかさ、あの東南アジアだったらさ、物売りの子供たちが来てさ、やれチューインガム買ってくれみたいな世界になりそうですけどね。それぐらい車いますよ。もうめちゃくちゃおるじゃん。いやはや、びっくり。すごいな。何これ、なんじゃこれですよ。ほらほらほら、向こうの山の中からだって車続いとるもんね。えらいことになってるわ。下から来る車は上手に入り込んでっとるな。ああ皆さん文句も言わずにちゃんと入れてますね、一台一台だけど。ほら、えらいことになっとるわ。うわー、こっちもすごかった。すごいけどね、これ外並ぶよりもこっちの方が早いよね多分。これ裏技じゃない？うん、別に私はこれ今回裏技動画でも何でもないですけど、単純にこの現場を見に来てどっちから入ると早いかなと思うと、普通にあれ真面目に並んどったら入れへんよね。もうこっちから入った方が早くない？明らかに。あんな1キロ以上並んどったでしょ、こっちの方がいいよね多分ね、と思いますけどね。あの保証なんかしませんよ私、言っとくけど。あんなお前、まあ、あんたの動画見てきたけどお前全然いかんかったかやなんて言われても一切保証しませんし、私は勝手なこと言っとるだけですからね。これ見た感じはこっちの方が早いなっていうね、どう見てもそう思っただけです。いやなんでもね、やっぱ現地来てみんと分からんな。もうやっぱり現地現物現象、三元主義五元主義なんだった、ちょっと忘れちゃった。まあ、そんなに私あの別に現場の人間じゃないもんで、あのよく知らないんですけど、まあ、現地現物は大事ですよね、やっぱりね。現地に赴く、現物を見る、まあ、特に私の場合この動画はね現地ですよ、やっぱりね。現地にいてリアルを見て確認するっていう、まあそれを体現しておりますんで。急に車いなくなってなんかね静かになりました。そう言っとったらモリコルパーク到着。昔はね子供の頃は青少年公園まで自転車で行くっていうのはかなりのね冒険でしたね、かなりの冒険。あちなみに こんな具合です、向こう側の混み具合ね。さあこっからが、ちょっと待って、反対側すごいことになってた。これイケア渋滞、まさかの。ちょっと帰り確認しますけどね、えらいことになってる。さあここ人名車、なんか柵ができちゃってる、木がだいぶ切られてるな。ハイレーセン、ハイレーセンって歩いては入れるね、車で入るようになってる。かなり木が切られてますね。なんだろうこれ、なんか起きるんかな、なんか起きるっていうの、なんかを作ろうとしてるんですかね。ここは何、なんか遺構があるじゃん、これ何、これ古墳、古墳だわ。人名車第2号古墳、古墳があったわ、知らんかった。古墳だそうです、こんなところにあった、知らんかったな。お前車で通っても知らへんでしょこんなところ。すごいね、なんか石でやったるわ、石室なのかなここは。というか別に道路もともとこの辺にあったわけじゃないからね、まあ道路を作るときに崩されとる可能性はあるな。場所的に言うとこの辺です、はい、こんな感じ。人名車第2号墳ってことは死して遺跡もう一個あるんだろうね。振り返るとこういう感じ。あやっぱこんもりしとるね、
こんもりしてますね。後ろはこういう風です。イケア。速度で出てっとる車は何だろう。単に長久手の中心部に行くっていう車かな。ちょっとよくわかりませんけどね。まあでもあれだよね、大きいもの買うのにね、イケア来るのにリニモで来るっていうのもね、あと困るし、あ、でも送ってくれるんか。まあそれだったらリニモで来た方が正解かもね。それこそアピタに寄ってついでにね、リニモ乗ってこっちも来てみたいなね。いいかどうかは知らんけど、そんなことは推奨しませんが、どうしても多いんじゃなかろうかと思います。さあ、こんな寒空の中自転車走ってる既得な人は私ぐらいしかいなくて、ここは誰もいないところをのんびり上がっております。さあ、名古屋技術大学の長久手グラウンド、いつも工事やっとるな。この前来た時もやっとったけど、瀬尾運輸の名古屋物流センター新築工事になっとって、令和6年、あ、できとるわ。だいぶできとるな。もうだいぶってか、もうできとるな。ほぼできてますわ。はあ、ちょっとでもインターから遠いよね。まあちょっとだっていいのかな。さあ、この坂がね、疲れるんですわ。長いでしょこの坂。あ、レトロだった。レトロちょほどのもんじゃない。掘ったて小屋があります。この坂が偉いんだわ。とにかくこれにしてもね、車多いよね。やっぱ人の動きがあるっていうことは金の動きもあるってことだからね。俺は儲かっとるな。きっと誰かが。私は儲かってないけど、儲かってないから自転車乗ってるんだよね。もうお金もないし、車乗る金もないもんで、まあ、それはまあちょっと行き過ぎだけど。これ何、釣り禁止、放流禁止、大口バス、カムルチ、ブルギルだそうです。まあ野池釣り禁止なんて言われちゃうと、本当にね、釣りブームが、釣り熱が冷めるよね、皆さんの。いざという時、漁できんくなるで。釣りもできるようになっとかんとね。いざとなったら魚釣って飯食わないからね、と私は思いますが。野池があります。まあかつてはね、この手のあのため池、野池、山ほどあったからね。これは魚もおったでしょう、いろいろ。まあでも今ずいぶん減ってしまって、ここは何、双子池じゃないけど2つあるね、池がね。よく見ると、まあ2段階のため池だったんですかね。農業用水としてね、使われとったんでなかろうかと思いますが。モリコルパーク満車 P だって。満車、じゃあ第一 P が満車、北一パーキングは満車だそうです。まあそうだな、一番近いとこ北になんて 350m の向こうって書いてあるから、これ汚いわね。さあ、地味にですね、登り坂が辛いです。はい、大変ですわ。ヒーヒーって登ってます。えらい、今のお兄さん黄色い顔しとったけど大丈夫かな。横断が出とるへんか。黄色い顔になるってのよくないよね。肝臓が悪い。あー、えらい。さすがにえらなってた。この坂道がとにかくきつい、きついです。あー、えらい。ヒーコラヒーコラ登っております。まだあるもんね、坂。ここ地味オフロードになっとるな。えらいけど立ちこぎもしないし、降りもしないっていう私のポリシー。よくわからない、どんなポリシー。ローギアでも登ってみます。今日はね、地味にちょっとサドル下げたもんでね、下げすぎたもんで、ちょっとね、足が疲れるな。これ効率が悪い。北第二駐車場、普通車のみ。懐かしいな、モリゴロ。さあ、一応登ってまいりました。こんなに地下道行かんといけん。しまったな、地下道だったな。ここは渡れ線、車専用道路になってます。残念ながら地下道行かないか。はい、瀬戸デジタルタワー見えますけど、もうあんまりテレビ見にくなった今、あんまり関係ないよね。皆さん、どこにタワーがあろうが、自転車は必ず降りて通行してくださいって書いてあっております。反社会的行動はよろしくないので。よいしょ、こっち駐車場の入り口の方。懐かしいね。まあ私はあのど早く来てたんで、この通路の中で並ぶなんていうことはしたことはないですけどね。混み合いますと。でもどうやって入場しとったかな。ゲートの方並んどったから、この地下道はほぼ通らなかったですね。